フェクト。いただきます。包丁です。サーケンタッチ。スプーン。意外と切れる。ラーメン。何やってんの？はい、今練習を決めてます。辞書練ですね。練路。おやじは今殺す気はしてるぜ。俺のおやじは今頃ビールを飲んでるぜ。わお、俺の脂肪を燃やしてみろ。わお。じゃあネネがキキの自転車をこうやって後ろから支えてこうやってやればいいんだよ。自転車の練習するって。え、ねね、うん、初めて漕げた時うれしすぎてふぅーって泣きながら漕いてたんだよ。あれ、そうだっけ。そうだよ、ね、パパが何泣いてんのっつって早く漕げみたいな言ってたけどで、母ちゃんも笑ってたけど。ねねはだいぶ苦戦したよね。転んでも転んでも立ち上がって頑張ったよね。うん、坂を一回やったからさ、ちょっと坂って、あの階段の上から坂のところ、一回やってみようと思ってチャレンジして、見事にこの日中、あれね、あれ何往復やってんの？5。私たちはその5倍やった、うん。でも階段と坂じゃもう気にすらないでしょ。うん。ました。初めて防災リュックを買いました。2人分のセットが入ってて、なんと値段は何円だと思う？5万。もうちょっと安い。3万円。そう、3万800円だった。おお、すごい。せっかく届いたので、ちょっとみんなと何が入ってるか確認していこうと思います。はい。地震対策30点避難セットっていうやつです。1つ目が森アン、なんそれ、何？加熱袋。森アンヒートパック加熱袋。これ何？加熱する袋。レトルト食品とかを温めるやつだって。ファーストエイドキット。包帯、綿棒、ガーゼ、テーピング、テープ、あとハサミ、安全ピン、あれピンセット、アルコールパッド、バンドエイド。これ何？ガーゼだ、ガーゼ。ガーゼ、なんだ。なんか置いといてってやつ。トイレにこうやってつけてトイレができる。水がいらないやつか。3回分セット。モリアンヒートパック、何これ？発熱剤。これじゃない？ヒートパックに入れる発熱剤。カイロ。カイロ。カイロ。あの、あったかくするやつ。そうそうそう。ハピモッチだ。開けるとね、あったかくなるやつ。こことかね、こうやってお腹に当てるとあったかいんだよ。それの、貼らないタイプです。缶です。缶。パン。パンだよね。パン。2個しか入ってないんだって。2個しか入ってない。1つに2個入ってんの。そう。ホワイトチョコ、ストロベリー味。プチベール。こんなパン。はい、次。軍手。ごさん。軍手。黄色い軍手かな。ご。え、ちょっと失礼。軍手が入ってました。6。あ、6本も入ってない。水6本。手指消毒ローション。はい。
レインコート栄養か、あ、羊羹羊羹っていうお菓子、あの和菓子これちょっとねね、ねねとキキはね、食べたことがない羊羹2029年の8月まで食べられる。はい、どうぞ、はい、乾電池お、電池あ、電池が入ってんだ、うん、単4の乾電池です。大人の体拭き、これはスリッパと耳栓とアイマスク。はい、あとはどうしようよ。おお、ソーラー多機能ラジオライトっていうやつです。次は、はい、なんだ、ホイッスルカラビナリングってやつ。ん、いいの、なんか笛と、やばい、分かっちゃった、笛とカラビナ、これなんか2個入ってたよ。うーん、大きな音で存在を知らせる。あー、なるほどね、結構大きい音が鳴るんだって。こういうのが入ってました。なんか大人用の大きいマスク2枚、はい、ガムテープ1枚、茶色、ガムテープ、はい、これなんだ、三角巾、頭に巻くやつ、おしっこが出たやつ、違う、頭に巻くやつ、頭に巻くやつだね。防災アルミブランケット、なんで敷くの、これはあれだよ、いろんなのに使えるけど、防寒ってさ、これ、あ、寒いだろ、どう見たって布団代わりみたいな、どれこのアルミめっちゃあったかいよ。あ、そうなんだ、めっちゃあったかい、これをかけて、寒い時に使って、あと防水にもなるんだって。シャンプー、水のいらないシャンプー、あ、これ見たことある、なんか介護用品とかで、水のいらないってどういうこと、だから意味はない、水がなくてもこう、洗えるいたよ。レジャーシート、はい、レジャーシート2枚。おお、ダメなんだ。ああ、緊急用給水袋3リットル分です。こういうの、水は大事だよね。次、オールラウンドマルチツールって、はい、ナイフ、ハサミ、ドライバー、キーリング、コルク抜き、ヤスリ、栓抜き、爪切り、それが全部これの中に入ってるんだって。ああ、ピントの時間50秒切る。非常用ろうそくです。何もない。これでいいのかな。で、リュックの中はこんな感じでしたね。これで2人分。今回買ったのは2人分なの。だからうちの場合はこれがもう1個ぐらいはあった方がいいってことだよね、うん、これを参考にいろいろ準備していこうかなと思うね。こういうリュックとかを置く場所は避難経路を事前に想定し持ち出しやすい場所に設置する。じゃあ玄関、玄関、窓のそば、うちは玄関が無難かな、または家の中の長時間過ごす場所、まあ、リビングとか寝室が理想の場所だって。チャック硬すぎやろ。ゴーが来た。ねえ、ゴーやめて。ゴーの島は傷がつくって。頑張れ。閉まりそうだよ。はい、これでも閉まるでしょ。ちょっと一回背負ってみたら。背負ってみて。あってあって、短すぎるって。ちょっと待って、よいしょ。10キロぐらいはあるね。キキどう、ちょっと一回歩いてみて。これで2人分？そう、水が重いんだよね。はい、私、あ、普通に行けるかも。どうなってる？あ、どう？え、普通に行けるか。あ、いいね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 。あ、急いで避難しなきゃ。いいね、いいね。え、ね、ね、キキも走りたい。いいね、いいね。よーい。ゴーできるかな。ねね、しわしてあげて。頑張れ。立てない。立てみ。頑張れゴー。あ、そうだ。ダメだ。ダメだこりゃ。私の避難リュックです。これなんか持つとき用の手提げと、チャックもちゃんとあるから。で、自分サイズ用の軍手と、握り飯が5個。
スーパーで買った携帯おにぎりっていうので、お湯か水を入れるだけでね、おにぎりができるっていう超優れもの。2029年まで大丈夫です。乾パン、はい、乾パンっていつまで？カニパン、2028、2029、2月、ウェーイ。おー、次タオル。もうちょっと飲む。あ、で、これバンドエイドね。あー、いいねいいね。頬の機嫌が悪くなった時用に、うん、これはライトで必須で、これ髪も留めときのピンで、これで機嫌直しのおもちゃバグえ、だって伸ばしてさ、めっちゃ面白い形した機嫌直るじゃん、うん、ここまで来た。で、これワニクリ、うん、これペン、うん、で、これ消毒液と、うん、あの、なんだろう、これなんか使えたら、うん、一応。あと、寒くなった時用の手袋と、意外と入ってるんだ、ビニール袋2枚、エチケット、エチケットエチケット袋ね。以上です。はい、今日は非常食をいくつか買ってきたので、それも紹介していきたいと思います。はいはい、はい、まずはこれ、青菜ご飯です。はい、これは7分で食べられるアルファカマイ。これ結構買った、3つぐらい買った気がする。これ2つ、この味は2つ。アルファカマイアルファカマイとは、炊きたてのご飯の大きさをそのままに急速乾燥したもので、お湯か水を注ぐだけで美味しいご飯が出来上がるものらしいです。バラバラ、まあいいか。じゃん、しっかりおでん。2027年4月まで OK。 こんな感じのおでんです。食べっ子動物です。これをかける2、はい、これを2個買いました。はい、あとはこれも缶ビスコ、何の味、フルーツドロップ2個買いました。はい、豚汁です。です。あ、温めずに食べられるカレー職人。いたずらカレーって何だい。わかんない。5年間大丈夫だって。筑前煮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 ってやれるとチンポクにって言ってもなる。わかんない。はい。肉じゃが。肉じゃが。うまそう。ねねが選んだやつ。ペペロンチーノ。はい。じゃあこれで最後です。はい。メロン味とオレンジ味のパン。ベーカリー。で、今日買ったものは以上です。はい、ここからがまだまだ夜よ。はい、83、5、起きてる、歯磨きしようか5、頑張れ、歯磨きするぞ。ぬらい、ちゃんとこっちに向いてくれたの。行くぞ。あーあー、うん、もう超眠い、もうすぐ寝れそうだね。はい、今日見てくれた皆さんありがとうございました。また見てね、バイバーイ。ごもやすみー。